はい、どうもこんにちは、こんばんは。本日もパズルやっていきます。今回はこちらね、マーベルコラボはねしております。今回ね第4弾かな、まあ、今回ねこちらが1本目の動画になるんですが、まずこちらのマーベル初級編をやっていきたいなと思います。こちらねレベル1からレベル5があります。それぞれもね、こちらクリア報酬があるんですが、まず1回こちらの詳細をね見ていきたいです。まずスペシャルダンジョンにですね、こちらマーベル初級編、マーベル上級編が登場します。でこちらねダンジョンでドロップするものをね集めると、これ交換場でもね、交換キャラ交換できます。そして、レベル5に関してはね、稀にドクタードゥームのコミックカバー2がねドロップする。もうこれ前回は手に入れてるんですけど、まあ、今回も同様、ゲットできるということです。でレベル1からレベル5のね魔法石1個それぞれもらえるので、まあ5個もらえるのと、あと全てクリアするとデッドブルー&ウルヴァリン報酬っていうキャラがねこれゲットできます。でこれ一応ねガチャでも同じキャラが出てきてるんですけども、性能とかはまあまあ近い、もうほぼ同じ、もうねキャラのデザインはもうまんまなんだけど、まあ、とにかくこの、デッドプール&ウルヴァリンがね、ゲットできます。で今回のねこのデッドプールウルヴァリンはね映画をねもう見てきまして、まあ、公開日が7月24日だったんで、ちょっとその日にねもう朝から、まあ、予約を取って見に行ったんですけど、もうめちゃめちゃ面白い。もうデッドプール大好きだし、まあ、そもそもマーベルの映画がもう大好きで、もうもう全部の作品見てる。まあ、そのくらい好きなんで、もうデッドプールを見るために、X-Men の、これまでの作品、10作品以上あるけど、全部見てから、デッドプール3、このデッドプール&ウルヴァリンの映画をね、見ましたよと。ね、もう本当に面白い作品になっててね、もうデッドプールのねブラックジョークがもう出てきてる、まあ、下ネタとか、まあ本当にいろんなことをするキャラなんで、まあそういう、まあ、映画を見たんですけども、まあネタバレは今回はしませんが、まあ本当にいろんな、ストーリーがね面白かったです。でねそうで、ウルヴァリンとデッドプールの映画なんですけど、もう一回見てきたね。だからもう実際にもう二回見な、もう見た。だからもうめちゃくちゃ面白い。もうそれだけ。はい。じゃあ、これね、マーベル上級編がね、また、8月9日金曜日12時からなんで、まあこれもまた、やっていければいいかなと思います。まあ、とりあえず、こちらの、レベル1からね、やっていきたいなと思います。はい、じゃあこちらですね、マーベル初級編スーパーヴィランレベル1です。こちらのね、アイアンマンとかね、今までのおなじみの男キャラたちをね編成しました。では行きましょう。はい、これね、いやどうでしょう。おっと出てきた、こいつはウルトロン。ウルトロンが来ましたが、まあ、我々は、こちらのねアイアンマン、キャプテンアメリカ、ハルク、ソー、ホークアイ、そしてエージェントオブシールド長官のニック・フューリー、この6人で編成してやっていきましょう。さあもう普通にね、これね多色リーダーになるんで、もう普通に、コンボをしていくだけです。まあ、こんなにね、多分ね、強くはないと思うから、はい、もうこんな感じでね、いけます。全然弱いと思う。あ、ロッキー。いいね。で、まあ、なんか使いたいね。なんか使わないともったいない。おー、変換。で、そうも使うが。おー、ダブル吸収。すごい。優秀だね。さあ、ね、僕ね、あれが好きや。キャプテンマーベル？キャプテンマーベルじゃない。ごめんなさい。キャプテンマーベルじゃなかった。俺ね、キャプテンアメリカのね、映画大好きだよ。で、来年もね、キャプテンアメリカ4が公開されるの。これもうめちゃめちゃ楽しみで、予告編もう出てる。おっ
と、ここでサノスが来た。本格的に戦いを始めよう。サノスもね、強キャラでしたね。映画見ている方なら分かるか、と思うんですけど。おぉ、うっそ、ホークアイ、めちゃめちゃ強い。いや、もう、話す間もなく、サノスやられちゃったよ。あ、固定ダメージなんだ。へぇ。はい。じゃあ続いてですね、こちらスーパーヴィランレベル2ですね。今回はですね、女性キャラクターでアッセンブルしましょう。行きましょう。さあ、今度はね、女性キャラで行きます。おっと、出てきたゴブリン。グリーンゴブリンですね。で、ここはね、もう女性だけでね、まとめた編成になってます。で、基本的には、光5個以上つなげてっていう感じなんで、まあ5個つなぎつつやっていきましょう。で、指はそんなに長くはなかったと思うから、まあ負けないようにだけ。よし。これでいきましょう。多分、そんな、難しくはないね。さあ、溜まってきましたよ。おっと、これはベノム。ベノムもね、もう今年の10月に出てくるんですよ。映画が。だからもうそれももう期待マックスで待ってる。いや、もう本当にもうマーベルはね、やっぱり好き。大好き。もう、ずっとね、見てます。大好きです。ベノム、最高。おっと、ドクタードゥーム来てしまいましたよと。はい、ドクタードゥームね、ここ最近ね、マーベルの、こう、話があったんですよ。で、どでかい衝撃発表があって、どうやら、この、ドクタードゥームを演じる人が、どうやら、あれなんですよ。おなじみの、アイアンマンを演じてきた役者さんがいるんですけど、その人がどうやら演じるらしいんですよ。皆さんね、見たことあるかなと思うんですよ、アイアンマンの役者さんが。その人がこのドクター・ドゥームってキャラを演じます。やばくねえか、マジで。いや、だからもうそれも楽しみなんだけど、まあどういう話になるのかまずわからない。はい、じゃあ今度ですね、こちらスーパーヴィランレベル3ですね。今回は X-Men チームでいきましょう。いや、 X-Men の映画ね、マジで面白かったね。お、出てきた、クリムゾンなんちゃら。無効貫通あったかな、このスキルっていうか、このキャラで。ちょっと無効貫通を、ちょっとめんどくさいね。ないね。誰も持ってないですね。もう仕方がありませんな、これはね。とりあえずスカーレットウィッチをね、変身させます。で、ガンビットも変身させます。で、ダークフェニックスも。まあでもね、あ、でもここで無効貫通はいけるね。お、いけるね。X-Men シリーズはね、さっきも言ったんだけど、全部見直したから、映画のために。おっと、いける。お、いいね、いいね、いいね。これで無効貫通が通じてくれれば、これは通る。いけ。おー、いきました。無効貫通。で、しっかりとエンストしてたし、ね、エンスト？カンストか。あー、マグニートね。マグニートマジで面白い。マグニートっていうキャラがね、まずすごい。あー、溜まっちゃったじゃねえか。いらねえ。まあ、ええやろ。オロロマンロ、いけ。で、ここでワンダのスキルも発動させたいから、一緒に消していきながら、こうしましょう。いやー、いいね。X-Men シリーズね、一番好きなのは、未来と過去の行き来する話。あれはもうめちゃめちゃ好きかな。このセンチネルってキャラがね、出てくるんだよね、その映画に。
そいつが強すぎるっていう話。さて、OK、これでいいでしょう。あんまり意味ないか。まあでもウルヴァリンが何とかするでしょう。おっしゃ。さあ、テレキネシス、このキャラもね、めちゃめちゃ最強やね。あの、あれに出てくる X-Men アポカリプス、そこに出てくるキャラです。さて、もうね、いやマジで驚きだった今回の映画はな。あ、これ指減らされてたか。まあでもなんとかこれでいきましたかね。よし、ナイス。いやもう本当にちょっとこう作ってみたっていう感じの、あのチームなんだけど、まあなかなかうまくできてて、ちゃんと火力も出るし、やっぱ強いね。あの今回結構強化されたんだよね。はい、続きましてですね、こちらスーパービランレベル4ですが、まあ、今回はね、ヴィランチーム、ヴィランチームでね、こちらね、クリアしていきたいなと思います。では行きましょう。おき。おーおーおーおおお、だいぶちょっと火力強めなんだけど、勝てるかよ。まあ、とにかくここはね、まあ、サノスとかね、これまでのね、ヴィランたちがね、行きます。で、ドクタードーム、これ変身させて、で、なるべく、あの、これは闇今ないんだけど、闇と、そう、緑、木をね、消していきたいんだけど、ちょっとこれ、初めからやばい状況です。特に、今のところ、これはもうね、なんとかするしかねえ。で、サノスはね、あの、前職消していけば、どんどんね、倍率が上がるから、ちょっとそれでどうなるか。それで様子を見たい。ちょっとね、意外とね、火力高いのには驚いちまった。おっと、これいけるか？お、いけるじゃん！あ、なんだ。ちょっと焦っちまった。最初の、こう、攻撃が強かったから。おー、ナイス。じゃあもう基本いけそうだね。で、これ確か、これでいこうか。光を緑にしてくれるんで。はい。あ、で、2way をやっていきましょうか。2way やるとね、火力がドクタードーム出るから。オッケーオッケーオッケー。とりあえずこれで消していきます。よし。なんとかなった。いや、ドクタードゥームめっちゃ火力出る。めっちゃ強いじゃねえか。もうここら辺はもうあれなんだね。全部同じキャラが出てくるから。オッケー、じゃあもうこれはもう、立ち進むだけですね。ドクタードゥームの 2way さえね、あの、やれば、だいぶ火力も出るから、めちゃめちゃ、いいですね、そこは。あ、で、ウルトロンも 2way だから、これ結構火力出たんじゃない？おー、出た。おー。いいじゃん、いいじゃん。意外といいじゃん。いやー、ドクタードゥーム今後、ちょっと楽しみですね。で、これ使うと、あるよね。はい、名前は、ジャガーノート。これ使うと、あの、盤面に、木と木が各3個以上あると使用できるんで、で、これ使います。で、これで属性吸収がね、使えるようになったんで、とりあえずこれで、指は足りるよね。なんとかなる？な、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 いやー、まあいいか。まあでもこれでちゃんと倍率は出てくれてるはずだから、これでいける。おっ、ナイス。バイバイ。いや、いいね。意外とね、この編成、うまい。いい感じに、あの、編成できたはず。おっと、これは、ドゥームさん、ちょっとまあ、ロキをね、闇属性に変化して、
で、ドクターブームは、ああなるほどね、いいかな、このまま、こいつはそのままで、ちょっと待てよ、このまま行きましょう。とりあえず、2way をね、ここでできるだけ組めるようにして、こうしましょう。いけ、いけるはず。まあなんとかなるんじゃない。よし、ナイス、これでレベル4をクリアしました。いや、いいね。いや、なんとかね、作ったこのチームたちがね、めちゃめちゃね、活躍してくれている。いいね。はい。じゃあ最後ね、スーパーヴィランレベル5噛んじゃった。こちらの編成でね、クリアしていきたいなと思います。こちらね、デッドウルバリンでいきます。さあ、まあ映画ね、今回ね、出ておりましたので、その締めくくりに、この、いいんじゃないかなと思ってる。で、これね、3体入れてるんで、これ、ループします。なので、ちょっともうこれいらないんで、オフにして。で、これね、とにかく闇を2コンボ以上やっていけば、倍率がめちゃめちゃ出るんで、一応もうそれで、やっていきたいって思います。見てください。めちゃめちゃね、出るんで、めちゃめちゃってフォローじゃなかったけど忘れた。あのね、こっちのデップをまず使わんといけなかったわ。そっち使うとね、こっち倍率が上がるし、コンボ加算もね追加されるから、めちゃめちゃ有利です。で、10コンボ強化とかもあるから、それやるとめっちゃね火力が上がります。これで見てもらいましょう。10コンボも超えるし、これでね、しっかりと火力を出せます。だから、まあ、こういう使い方もありだよね。デッドプールをループして、で、本当にこの感じ。ウルバリンたちはあんまり、まあでもね、ウルバリンたちは正直、回復もしてくれるけど、まあ、ここまでね、もうデッドプールとウルバリンってなると、めちゃめちゃ、こう、強くなりすぎて、あれなんだよ、他がね弱く見える。怖っでしょ。ほら、めちゃめちゃ強い。もうずっとこの繰り返しだけだから、めちゃめちゃいい。もういいですね。あーっと、属性吸収、属性吸収はちょっと困ったな。これはまあちょっとここでキープするしかないんだけど、まあでも多分ね、少しね、これね、軽減をしないと耐えられないね。おっと、これ軽減のあれないの。あ、まあでもなんとか耐えられそうだから、いいんじゃない。でもデッドプールのリーダースキルどうなんだっけ。あ、特にこれねえんだ。まあでもね、結構 HP は高いから、なんとかなるんだけど、あ、そうなんだ。いやー。お、あれあれあれ？え、何が起きた？まあ、いいんだけど、あ、嘘でしょ。あ、でも一旦だけか。だったら、ここでウルバリンをぶっ放して、ここでウルバリンで、ちょっと稼ごう。あ、でもこのデップをやるとあれなのかな。ちょっとこれで7コンボくらいできないかな。やれってください。オッケー。まあ別にいいんだけど、よし、なんとかなりました。で、最後、誰でしたか？はい、来ました。サノス。本格的に戦いを始める。あ、いいじゃん、これ。もう、デッドプールのための変化のやるやん。変換する？ああ、ちょっとだけ変換するか。まあ、なんとか。まあ、ちょっと光消されちゃったけど、まあ、まあ、いいだろう。お、いいね。
これで OK、 10本も出た。よし、これで最後です。 OK。 お、嘘だろ。うん、なるほど、最後にこっちか。まあでもね、関係ありませんよと。うーわ、ちょっと待って、あ、いけるわ。向こう貫通のあれあるわ。だからすごいね、これ色、まあ、あの属性吸収とかには対応してないけど、おおよそ全部この編成でなんとかなるんだよ。これがすごいところです。でこれで10コンボやればもうあれですよ。うわ、いいね、めちゃめちゃ優秀じゃん。で、おおマイガー、ちょっと待って、それは、うわー、ちょっと待って、それは聞いていない。なるほど、そう、デッドプールはね、覚醒無効がないんですよね。しかも覚醒無効もないんですよね。あ、お前、でもなんとか なるんですよね。どうやらね、デップ&ウルバリーはね、不死身なんでね、こんなサルスのね、パンチなんかね、食らっても全然効かないんだよ。オッケー。じゃあ行きましょう。で、デッドプール。行くよ。さあ、ここでね、デップウル、デップ&ウルバリー、ここに来て、サルスを倒す。おー、ちょっと一瞬焦ったけど大丈夫かね。はい、クリアしました。いやー、スーパービランレベル5初クリアです。はい、これでね、クリアできました。そう、これでね、全部クリアしたことで一応ね、ボックスの方に、あのメールボックスにね、来たんですが、ここでね、これもゲットできる。ドクタードゥームコミックカバー2。で、また、ここ周回何回かしてね、このドクタードゥームのね、これ欲しいなと思う。で、クリアタイムをね、まず一回ちょっと見ていきたいと思います。ね、ユーザーの、はい、クリア報酬で、クリア履歴で、まあ、さっきのレベル5は5分くらい。レベル4は4分くらい。レベル3は、まあ、2分53秒。で、レベル2は2分。レベル1は、まあ、どんどんちょっと長めになってったっていう感じだね。でもね、この編成、まあ、マーベルだけの編成でなんとかね、5チームも組めました。で、ここでですね、クリア報酬、デッドプール&ウルバリン、報酬をゲットしました。さあ、じゃあこっちでもね、早速見ていきたいなと思う。ですね、どれだい、どこにいるんだい、あ、いました、こちらですね、デッドプール&ウルバリン報酬です。こちらまあまあな性能なんだけども、一応ね、ガチャでね、引けるキャラもこれと同じで、性能もそんなに違いはないけど、まあ、ほぼ同じです。一応ね、モンスター交換所にもあるんですよ。はい、こちらですね、まあ、変わってるところで言うと、この覚醒の部分とリーダースキルが少し変わってるかな。あとは全部一緒です。で、このスキルに関してもそのままなんで、まあ、実質2体持てるって感じ。そうで、まあ、今回はこっちのなんで、まあ、これをまた、次回の動画とかでね、またちょっと、使ってみたいなと思ってるんで、そこはまた、見てください。はい。まあ、今回はね、こちらの編成で、やってみました。こちらね、デッドプール&ウルバリンの、チームと、こちらね、もうヴィラン連合ですね。ヴィランだけのチームと、あと、X メンチーム。で、アッセンブル女性チームで、一番最初にアッセンブル男性、おなじみのキャラクターたちでね、こちらの初級編なんですけど、マーベル初級編の方ね、
やっていきました。いかがだったでしょうか。本日の動画は以上となります。また次回のね、マーベルの動画コロシアムとか、いろいろとまた出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方お願いします。本日のご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。バイバイ。